みなさんこんにちは。こんにちは。日本料理の佐藤です。フランス料理の武田です。今日はおうち時間を盛り上げるパーティーメニューをご紹介したいと思います。武田先生頑張りましょうね。はい、お願いします。イエーイ。武田先生お願いします。はい、それでは初めにシャンピニオンツルネをまず剥いていきます。これのポイントは左手の動かし方と包丁の動かし方がポイントです。かっこいいですね。ありがとうございます。佐藤先生、昨日来てた質問をお答えいただいてもよろしいですか？はい、お願いします。ずっと料理人になるのが夢です。料理人になるのって難しいですか？という質問が来ておりました。キュンキュンしますね。はい、もう料理人になるのは料理が大好きだったらもう絶対に大丈夫です。もう器用不器用関係ありません。もう一番大事なのは好きっていう気持ちですよね、武田先生。そうです ね私も大好きです。めっちゃかっこいいですね。こういう感じで剥けます。で、このシャンピニオントゥルネを今日はコックオーバン、フランス料理の代表的な赤ワイン煮込みです。で、これを今日はパーティーメニューですのでレンゲにこういう可愛い形で置きました。おー、こういう料理もこうちっちゃくしたらまた雰囲気変わって可愛いですね。そうですね。はい、ではお願いします。では突然ですが皆さん、ここで問題です。じゃじゃん、アップになってます？なってます。はい、こちらですけれども何からできているでしょうか？ヒントはスーパーにも結構売ってる身近な食材です。答えは3、2、1。わかりました？正解はじゃん、大根のこの部分です。ここです。ちょっと、ありがとうございます。この部分です。ちょっとやってみますね。葉っぱの部分がちょっと残ってたりすると思うので、ここってね、いつも切って捨てちゃうところだと思うんですけど、葉っぱがもし残ってたらちょっとだけ削ってもらって、で、上と下は汚いところがあるのでそこだけ切り落とします。あんまりね、長くなくてもできるからね、簡単にできるんで覚えてみてくださいね。で、これをこの内側にあった方を下にして切り込みを入れます。下ちょっとだけつながってるように包丁目を今斜めに入れてます。一番下のところはつなげといてくださいね。これできそうじゃないですか？これちょっとつながってる状態です。で、包丁深く入れて、あとは縦にスライスしてもらえればこれだけです。たったこれだけ。これを水につけるとくるくるくるっと自然と、すぐには丸まらないんですけど、冷たいお水に入れておくとこんな感じで丸まってくれます。これ辛草大根って言います。はい、では次武田先生お願いします。はい、次はカプレーゼです。皆さんが思ってるカプレーゼ、こういうイメージだと思います。今日はミンチョスにしていきます。生ハムをだいたい8センチぐらいの長さに切ってください。で、それをくるくる巻いていきます。まず中心部分、これは生ハムでバラを作っています。このような形で立体的になるようにしてください。で、これをプチトマト半分に切ってもらって、丸い、モッツァレラチーズがあるのでその上に乗っけてもらって、ピンチョスの串に刺してこういう感じにするとまた違った表現がされます。生ハムもなんか丸だけでね、花になって可愛いですね。はい、これスーパーにも売ってますか？スーパーにも売ってるので簡単にできると思うので家でぜひやってみてください。先生質問いいですか？はい、家で簡単にできるフランス料理は何ですか？という質問が来ております。はい、皆さんが家で簡単にできる料理をということなので、フレンチトースト、皆さん多分イメージつくと思います。フランスではパンペリュデュと言います。卵黄、グラニュー糖、生クリーム、牛乳でできることができるので、スーパーでこの4つの食材を買ってくるのはすごい難しいと思うんですけど、もっと簡単にできる方法があります。それはバニラアイスクリームを買ってきてください。それを溶かしてパンにつけて焼くことで簡単にフレンチトーストができて、フランス料理が簡単にできます。なるほど、やってみます。やってみてください。やってみます。明日の朝ごはんやってみます。はい。はい、では続いて日本料理のパーティーメニューいきたいと思います。ちょっとね、辛くさじゃお腹いっぱいにならないと思うので簡単にちょっとお腹いっぱいになりそうなものを作りたいと思います。今日は
手まり寿司っていう丸いお寿司をしたいと思います。握り寿司ってすごいかっこいいんですけど、握れるまでに時間がかかりすぎちゃって今日のおうち時間のパーティーメニューには間に合わないと思うんです。だけどこの手まり寿司なら今日間に合いますんで、ちょっとやってみてください。お家だったらラップなんかを用意してもらって、表になる面を下にして具材を置きます。具材はお寿司にしたいものだったらもう何でもいいです。はい、今日はサーモンでいってみたいと思います。それに今日はちょっとこんな感じでちょっとネタバレになっちゃいますが、お寿司の寿司飯にもいろいろな具材混ぜ込んでみました。プレーンの白もありますし、ゆで卵の中身、黄身をザルとか茶こしとかで裏ごしてもらったらこんなんできるので、こういうのを中に混ぜ込んでもらって黄色くしたりとか、しば漬け刻んだりとか、これはなんかね緑難しそうに見えますが、ほうれん草の葉っぱのところを湯がいて刻んで入れてあるだけです。青のりとかでももちろん構いません。みたいにちょっと彩りカラフルにしてみました。はい、このお寿司をもう好きなやつでいいです。例えばサーモンだったら卵かわいいから合う、色も味も合うかなと思ったらそれを乗っけてもらってひっくり返します。で、まあただ丸めるだけなんですけども、ここがポイントで、きっちり丸い方が絶対に可愛いので、横のところ手でキュッと丸を作ってもらう、 OK みたいにしてもらって、こう横のところを締めます。この時にラップがパンと張ってることが大事ですね。そうすると具材がしっかりと中にあります。で、ここでしっかり丸が可愛いかしらっていうのを確認してもらったら、これももう一個ポイントです。まん丸の球体だったら転がってしまうので、ちょっとだけ安定がいいように上下を押さえて広げます。今日は、はい、はい、今日は寿司飯に味がついてるので味は入れてませんが、寿司飯じゃなくて白ご飯で行くときは味を入れた方がいいと思います。もしかしたらね、家ではね白ご飯でもいいかもしれないですね。はい、もう一つ、はい、卵黄はいらなくてもこすだけで大丈夫ですか？そう、今日はこすだけで行ってます。本当は私たちね、仕事でするとき行ったりするときもあるんですけど、このくらいする分だったらいらなくても十分大丈夫です。お互いがくっつかなければこれで大丈夫ですね。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます、はい、それはいるの知ってる人はすごいですね。素敵です。これをいろいろ作って盛り合わせしたいと思います。では武田先生お願いします。ちょっと持ってきますね、はい、今日は別にマカロンの中に人参のムースを挟みました。デザートっていうイメージがあるんですけど、料理でも使うことができます。で、隣にあるのがシュー生地にチーズを入れて、ブジェールというフランス料理のシュー生地です。そこにオイルサーディン、アンチョビ、ケッパー、ハーブを入れたリエットを置いております。今日はフランス料理はこの4つです。フランス料理とイタリア料理ですね、この4つになります。一人で2分野じゃあ一緒に持っていきましょうか、はい、ちょっと一皿に今日はね、普段あんまりしないですけどね、こんなタイミングなのでせっかくなので、はい、仲良し武田先生と一緒にワーッとフレンチとイタリア料理を1個に持っていきたいと思います。ごめん、崩れてる。よいしょ。はい、ごめん。はい、武田先生、質問です。はい、甘いマカロンですかという質問。あー、すごい質問。これは甘いマカロンです。で、中に挟まっている人参の塩味を強くして甘さと塩味のバランスをとっております。ありがとうございます。コシューのいっかけチーズ、はい、チ今日はパルメザンチーズを入れております。すごいですよね、お菓子も料理になるんですね。はい、はい、佐藤先生にも質問を聞いております、はい、ありがとうございます。酢飯じゃない時の味付けが知りたいです。あ、酢飯じゃない時ね。酢飯じゃない時は、いや、酢飯が一番それはできたらいいんですけど、なかったら、いや、お塩とかでいいと思います。ちょっと酢入れたらバランスは良くなるかなとは思います。お酢が、お酢と砂糖が混ぜ混ぜできたら一番嬉しいですね。ありがとうございます。できた。はい、できました。こっち行きましょうか。はい、行ってもいいですか。引っ越しします。はい、パーティーメニューなのでいろいろ並べてみました。こんな感じで、多分これを全部揃えることは難しいと思うんですけどね、今のテクニックを使ってこれだけでも寿司だけでもできるかと思います。で、ちっちゃいのをいっぱい盛り合わせると結構雰囲気出るかなと思いますんで、全部揃えるのは大変だったらお惣菜買ってきてお皿に並び替えるだけでも料理の勉強になるかと思いますんで、ぜひ皆さんもおうち時間楽しんでもらえたらと思います。オンラインパーティーで盛り上がってください。
本料理の特徴を教えてください。はい、フランス料理は、塩で味を持っていくことが多いです。日本料理は醤油とかいろいろな調味料を使って味を持っていくことが多いんですけど、西洋料理では塩と胡椒とかで味を持っていくことが特徴です。以上です。はい、はい、日本料理、あのフレンチと日本料理だと、フランス料理ってこう結構組み立ててペーストにして組み立ててとか結構加工していくんですが、日本料理はどちらかというと素材を今日の蝶々とかより人参とかみたいに剥き物包丁で勝負することが多いかなと思います。素材をものすごく触るというよりはシンプルな技法で美しくみたいなのが日本料理なので、そこがちょっと違うかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、もう一問いいですか。はい、マカロンの上に乗っているお花は何ですか。こちらはペンタスというお花です。食用花なので、こちらも食べることができます。いや、素敵、いい質問、ありがとうございます。ありがとうございます。武田先生に質問来ております。はい、一番好きな食べ物は何ですかという質問です。私フランス料理してるんですけど、私日本料理も大好きなので、お寿司が大好きです。ちなみに佐藤先生の一番好きな食べ物は何ですか。私いろいろあるんですけど、おでんが大好きで、休みの日はおでんを炊いて大根とかに味が旬でくのをじっと見てるのがすごい好きです。ありがとうございます。最後にもう一問いいですか。はい、お料理を作るときに心がけていることを教えてください。これはどうぞ。はい、私はやっぱり自分が食べて美味しいものをお客さんに食べてもらいたいので、自分が自信を持って美味しいよっていう料理を提供することが大事だと思います。はい、私も武田先生に近いんですけれども、自分が楽しんで料理を作ることかなと思って、それだけはこだわってます。自分が楽しくなくて作ってる料理ってお客様には伝わらないと思うので、やっぱり自分の気持ちを絶対にお客さんに伝えたいなというふうにいつも思って取り組んでます。はい、ありがとうございます。はい、では、皆さん何か他に質問ありますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあもう一問質問いいですか。はい、先生方はどうして日本料理、フランス料理それぞれ進もうと思ったのか教えてください。はい、はい、私は初め日本料理をやろうと思ってました。で、こちらの京都調理師専門学校のオープンキャンパスを参加していて、食べるのは先ほども言ったように日本料理が好きなんですけど、その先特徴的なところで塩で味を持っていくっていうのところが、私はフランス料理の一番面白いところやなと思ったので、フランス料理を目指すようにしました。どうぞ。はい、はい、私も本当に最初すごく悩んで、お菓子もいいしイタリアもいいしフレンチも日本料理もと思っていろいろ一周回った結果、私日本人だなと思って日本料理がやりたいなっていうふうに思ったのが一番です。あとは魚がおろせるようになりたいっていうのがありました。はい、そんなところです。質問が来ています。はい、マカロンの人参の緑はどうやってるんですか。こちらは今日抹茶を使っております。黄色に関しては色粉ですね。赤と黄色を混ぜたものです。で、上、緑のものは抹茶を混ぜております。ありがとうございます。でもう一問質問いきます。京都に行こうと思ってます。フランス料理と日本料理の魅力を教えてくださいという質問が来ております。はい、今日は可愛く全部盛り付けられてるんですけど、やっぱりフランス料理って華やかな料理ですよね。うん、なのでそういったところが私は特徴だけかなと思います。すいません。はい、日本料理はやっぱり包丁技術を身につけたかったら日本料理はすごくおすすめかなと思います。とにかく包丁技術たくさんやります。かつらむき、三枚おろし、いろいろやりますんで、包丁いっぱい触りたい人は日本料理かなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、では告知お願いします。はい、武田先生、佐藤先生、お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、来週のライブデモです。こちら日本料理デモンストレーションといたしまして、高山先生と私野田で一つの食材を5方の、調理法で、調理したいと思います。正解は来週1時から。皆さんしっかり見てください。お願いします。